鳥山石園、今尺百鬼周囲より、あやかしの名で描かれた幾ち幾ちは、日本に伝わる海の妖怪。津村千牧庵による丹海、根岸安森による耳袋などの江戸時代の随筆に記述がある。丹海によれば、日立国の沖にいた海魚とされ、船を見つけると接近し、船をまたいで通過してゆくが、体長が2キロメートルにも及ぶため、 通過するのに十二刻もかかる。大氷からは粘着質の油が染み出しており、船をまたぐ際にこの油を大量に船上にこぼしていくので、船乗りはこれを汲み取らないと船が沈没してしまうとある。耳袋では、育児の名で述べられており、再開から南海にかけて、時折現れ、船のへさきなどにかかるものとされている。うなぎのように非常に長いもので、船を通過するのにに、 三日もかかるとあり、育児のきという俗言は、これが由来とされている。また同書では、ある人物が、図州八条の海に、育児の小さいものと思われるものがいるが、それは輪になる、うなぎ状のもので、目や口がなく動いているものなので、船のへ先へかかるものも、長く伸びて、動くのではなく、丸くなって回るものだと語ったという。鳥山石縁は、今弱百期周囲で、 あやかしの名で巨大な海蛇を描いているが、これはこの育地をあやかしとして描いたものである。平成以降では、海魚ではなく巨大な海蛇との解釈や、海で歴史した人間たちが仲間を求める姿が、育地だとの説もある。赤炎による妖怪画が未確認生物のシーサーペントと告示していることから、育地をシーサーペントと同一のものとする指摘もある。ありがとうございます。